それでは920MHz 帯特定省電力無線モジュールのご紹介を始めさせていただきます。私ローム株式会社の佐田と申します。よろしくお願いします。サブタイトル あらゆるセットを無線でつなぐということで、あらゆるセットでご検討いただきたいのでよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、ロームグループの無線モジュールの開発体制についてご説明いたします。全体像のところです。こちらのグラフ、横軸が通信距離になってまして、縦軸がデータ転送レートになってます。ロームグループでは上の方から、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、特定省電力と幅広い範囲で IC の開発を手掛けております。またIC の開発だけでなく、内線の IC を使って、モジュール部隊で、モジュール化までやっております。より使いやすい形でお客様に提供するという形体制で日々開発を続けております。今日はこの中でもこの特定省電力無線について、ピックアップしてご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに特定省電力無線って何というところからご説明させていただきます。特定省電力無線とは、免許なしで使用できる低出力タイプの無線のことを指します。こちら総務省によってですね、14種類の用途別で周波数帯、使っていい周波数帯域などそれぞれ定められております。またですね、中でもですね、最近の特徴事情というところで、世界ワールドワイドでですね、同じ周波数帯域を割り当てようという世界的な動きもございます。それに同調してですね、日本でもこの7月25日に法改正がありまして、この 920MHz 帯というのが新たに民間に開放された帯域となっております。非常にホットな帯域となっております。ただですね、実際どんなところに特定省電力無線が使われているのかといったところもご説明していきます。まずはこのテレメーターですね、集合住宅のガス、電気、ガスや水道メーターなんかの検診などで使われたりしてます。またですね、身近なところではカラオケのリモコンですね、こういったところでも特定省電力無線が使われてます。あとはセキュリティ系で言いますと、火災警報器の無線タイプであるとか、そういった防犯装置のとこ、防犯装置などでも使われております。でまたですね、今後なんですが、こういったスマートメーターやこのヘムス関連機器、家の中ですね、こういったところへの展開というのが非常に期待されている無線になります。ここでのポイントとしましてはですね、特定省電力無線とは何か、免許なしで使用できる無線です。でまたですね、 920MHz 帯というのが非常にホットで、今後ですね、スマートメーターやヘムス用途で活躍が期待されている、そういう無線になります。続きましてですね、920MHz 帯の特徴の特徴をご説明します。こちらのロームの特徴ではなく、920の特徴をご説明していきます。で世の中のいろんな、無線方式、 Zigbee、 無線 LAN、 Bluetooth などなどたくさんあるんですが、それぞれ一長一短ございます。ここではですね、ヘムス用途というので絞ってですね、920のいいところだけをここで拾ってご説明させていただきます。920の利点としてまず1つ目ですね、よく飛びます。 1km ぐらい飛びます。こういった Wi-Fi、Zigbee に比べるとはるかに距離が伸びます。またですね、障害物に強いです。920、波が緩やかなのでですね、回帰性がありまして、階段やコーナーなどでもですね、よく、非常に届く無線と言えると思います。あとはですね、最適なスループット、で数値で表すと 200kbps という、スループット実現可能でして、こういった 430MHz に比べると非常に、スピードが速いと言えます。家の中の複数の端末から情報を集めるのに適したスループットを持っております。あとはですね、低消費電力ですね、ロームのモジュールで限って言うと、スリープ待機時にコンマ9マイクロアンペアと、こういったオーダーで動きます。この無線 Wi-Fi や、Wi-Fi などに比べると非常に低消費と言えると思います。あとはですね、電波干渉が少ないと、
今この 2.4GB 非常に混んでおります。それに対して920は新しく割り当てられたばかりの帯域なのでですね、非常に干渉が少ないと言える帯域だと思います。まあ、以上のこれらの特徴よりですね、920メガ帯というのは非常にヘムスに適した周波数帯域であるとロームでは考えております。で続きまして、ロームの920メガ特徴の ご説明をさせていただきます。ロームではですね、BP3596 というモジュールを開発いたしました。こちらがその外形図ですね、22mm×34.7 でチップアンテナつけてまして、外付けアンテナも利用可能です。で接続用コネクタまでつけております。まあ、こういったモジュールになっています。またですね、特徴としてはですね、業界最高クラスの受信感度を誇ります。-103dBm という数値を誇っています。またですね、消費電力についても、ちょっと重複しますが、スリープ時にコンマ9マイクロアンペアというオーダーで動きます。またですね、IEEE802.15.4G というパケットをサポートしておりまして、こちらはですね、3と呼ばれるスマートユーティリティネットワークという、標準化団体があるんですが、こういった規格に準拠したモジュールを準拠した規格を組み込んでおります。将来的にはこういう規格を積んだもの同士であればですね、他社のものであろうともつながるかと思います。でその他ですね、電波法、パワー調整済み、コネクタ等々、使い勝手を考えてですね、多数準備している状態です。でまとめますとですね、ロームの920メガの特徴としてはですね、業界最高クラスの受信感度と低消費電流を誇ります。またですね、買ったその日からすぐ使える状態であると、こういったところがロームの特徴になります。で続きまして、ロームの920メガ特徴、どうやって使うのといったところを応用例としてご説明いたします。あくまでも例でございます。でこちらがハードウェアですね。でハードウェアはこのように構成していただいて、家電機器など、お客様のセットにつないでいただくと。で中身のソフトウェアはこのような構成になっています。でロームの BP3596 というのはファイ層、物理層をカバーした RF モジュールでございます。で上にですね、マイコン、またはホストの中でもいいんですが、こういったソフトウェアを積み込んでいただくことで、家電機器への組み込み、ないしはヘムスの実現というのが可能になってきます。でもちろんここにエコーネットライトというのも、積んでいただければいいかと思います。こういった使い方になってきます。で、簡単に整理すると BP3596 というのはファイ層をカバーしたモジュールであると。でこちら使いいただくときに上位層を、マイコンないしはホストに組み込んでいただいて、使っていただく形となります。で続きまして、応用例その2でございます。システム例ですね。こちらこのように呼気側を、複数台準備していただきます。でそれぞれが IP 通信できるレベルのソフトウェアを組み込んでまして、こちらの、中継機に集めます。こちらの中継機どういうものかというとですね、920の特徴にこちら Linux ボードみたいなものになってます。でさらにここに Wi-Fi モジュールをつけております。ロームのちょっと余談ですが、 Wi-Fi モジュールも非常に使い勝手のいいものを準備してますので、こちらもぜひご検討いただければと思います。でこういったものを準備していただくと、システムとして使えるんじゃないかというご提案でございます。家の中でいくと、このようなイメージですね。各、エアコン、照明などなどですね、いろんなところの端末に920を積んでいただきますと、この呼気ですね。でそれをヘムスゲートウェイに集めます。でゲートウェイから無線 LAN、こちらは有線でもいいんですが、有線 LAN を使ってインターネットに、行くことが可能になると。こういったヘムスゲートウェイを準備することでですね、インターネットにも接続可能な、こういうシステムの構築というのが可能になると考えております。で最後にですね、ロームの特徴モジュールのロードマップをご説明させていただきます。今日はこの BP3596 というモジュールをご紹介しました。今後はですね、
面実装タイプ、アンテナなしタイプですね、というのを開発予定です。さらにですね、欧州向け 868MHz に対応したものというのも開発しております。またその一方でですね、ロームの独自 Mac を積んだあの MCU 内蔵モジュールというのを開発しておきます。でさらにそのアンテナ内蔵タイプで、さらにですね、ハイスペックな MCU を積んだもの、ここではですね TCPIP スタックまで積んだものというのを開発していく予定にしております。お客様により使い勝手の良いものというものを提供することを視野にですね、今後も開発続けていく予定ですので、ぜひよろしくお願いいたします。またですね、現在地ここなんですが、今日はこのヘムスコーナーで特定省電力の展示しておりますので、詳しいお話を聞きたい方はぜひお立ち寄りいただければと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。